2波干渉単色光源による波面を距離を変えて、ぶつけてやると、こうなる。干渉法は、複数の波を重ね合わせるとき、それぞれの波の位相が一致した部分では、波が強め合い、位相が逆転している部分では、弱め合うことを利用して、波長や位相差を測定する技術のこと。この原理を利用した機器を、主に干渉計と呼ぶ。ガンマ線から、可視光線、電波、音波領域に及ぶ、電磁波工学の研究、製品の製造管理、動作原理においては、基礎的技術であり、この原理を利用する機器、分野は極めて多岐にわたる。ニュートン間基本的には、重ね合わせの原理を利用する。初期の干渉計は、白色光、または単色光の2光線を用いて、物理学上の実験のために製作、使用されたものであった。典型的な例として、1805年に行われた、ヤングの実験や1887年のマイケルソン・モーリーの実験、二重スリット実験が挙げられ、光波の媒体としてのエーテル説が否定される、電磁波の流出性と波動性が検証されるなどの多大な業績が達成された。その後、光源として理想的な性質を持つレーザーの発見などによって、干渉計は進歩し、現在ではブロックゲージの構成、非接触でのガス流速測定から電波天文学まで極めて広範囲に応用されている。光学分野では光線を2本以上干渉させた場合、その振幅差、位相差によってできる干渉縞の形状が変わる。このことを計測に利用する。電磁波の領域においては、主に信号が増幅されるか打ち消し合うことの検出によって検出を行っている。光干渉断層像で、指先の皮膚を立体構造で可視化した画像。管線などが立体的に見られる非観察物の輻接量や微小な厚みの変化、応力や内部構造の可視化、超高精度の平面や放物面の面粗さ、測定などに用いられている。応用例を以下に示す。リングレーザージャイロや光ファイバジャイロスコープはサニャック効果を利用して加速度や方位の遷移を検出する。信頼性や精度が高く、航空宇宙工学における位置確定や姿勢制御に使用されている。オートフォーカス一眼レフカメラは、干渉法を用いて、高精度、高速なオートフォーカス動作を行っている。位相差顕微鏡や微分干渉顕微鏡は、位相差光学素子や偏光素子を顕微鏡に用い、非常に透明度の高い物体や微小な段差の測定が可能となっている。音波においては、逆位相の音を発生させることによって、騒音を低減するヘッドホンや自動車用静音装置が開発され、発売されている。ビームスプリッタによって、光速を2つに分割し、2光速を再度結合させることによって干渉させる。光速が通過する媒質の屈折率や距離によって、光学的距離が変化し、これを干渉縞のパターンによって可視化できる。これによって、機体の密度分布やガラスの歪みが検出できる。ホログラムの記録に高速の干渉によって3次元構造を記録する方法電波領域におけるバンドパスフィルターとして機能し、ラジオ等での選曲やスペクトラムアナライザーの騒音などに用いる。気に入らない通信を妨害するために、気に入らない通信が行われている周波数帯域に対して、高強度の信号を発信させて干渉を起こさせたり、気に入らない通信の非強度を低下させることによって通信を妨害することが可能である。技術的には気に入らない政治主張を行うラジオ放送や携帯電話の通信の妨害、オービス装置の誤動作を意図的に発生させることなどが可能である。軍事的には電子戦などと呼称。これに対する手段として、スペクトラム拡散などの技術がある。超大型望遠鏡 VLT 複数の電波望遠鏡を接続し、分解能を向上させる技術などに干渉法が用いられている。電波天文学には欠かせない手法である。白色光を用いた場合、色分布によって可視化することもできる。コントラスト式測量を行うものもある英語版の各項目。ありがとうございます。